き火愛好家の皆さん、こんにちは。焚き火スタイルのですね、今回は5回目になるんじゃないかと思いますけど、まあ、前回ね、あの3本丸太でログトーチっていうのをやりましたけど、まあ、この縦型トーチでね、一番有名なのはやっぱりスウェーデントーチですからね。今日はね、いよいよスウェーデントーチやろうと思います。でこいつね、この丸太を使ってトーチを作って、まあそいつを燃やしてね、遊んでみようかなと思います。で作り方なんかも解説しますが、斧とかノコギリをちょっと使うかも分かりませんけど、まあ、ノコギリは使うか、そういったハンドツールだけでやるスタイルでご紹介します。さあそれではまずこいつをね、こう縦に4つに割ります。まあ、これをね、4つに割っていくんですけど、これ見ていただくと、ここにすでにこうひびが、ほぼ真ん中からのひびが入ってますよね。そうするとここが割れやすいラインなので、このラインをそのまま利用してね、ここに刃を当てて、で打ち込んでいきます。はい、今2つに割れました。この形ね。そしたらこう割っていきます。でぴったりね、この時真ん中に入れたいので、まずは一旦両方押さえて、で2つのそれぞれ中心のところに一旦跡をつけます。そんでもってそれから、よいしょ、もう一つも同じように、さあそしたらね、ぴったりいきました。今ね、くさび使わずに済んじゃったんだけど、打ち込んで割れそうもないとか、真ん中から今打ちましたけど、こちら側先にこう打ち込むと、こちら側だけが割れてこっちが変な方向に行っちゃうこともあるんですよ。その時は割れていく前に一回抜いちゃって、でそこにくさびを打ち込んでおいて、で反対側の割りたいところにまた置いて、で打ち込んでいってというふうにしますが、今はね、たまたま真ん中のちょうどいい筋があったのでくさび使わずに済みました。せっかく用意したのにね。さてじゃあ次の工程いきましょう。
さてではね、4つに割れてます。それで作業していくうちに上と下とわけわかんなくなっちゃうので、一応ここが上ですよという印つけておくと、まあ後々の作業が楽だっていうことと、あと後からこの部分を取り除くので、ちょうどその取るためのサイズをここで決めちゃうという意味で書いておきます。さてでこう割ったら、この真ん中のところに下から入ってくる通気用の穴を開けます。で穴はここね、この頂点のところ、ちょっと下に台が欲しいな、こいつを台にしよう。5センチぐらいの穴を作ればいいかなと思います。あんまりここね大きく開けすぎると、これ自体が燃料なのでもったいないから、はい、じゃあ順次これをね4つやります。はい、4つできました。はい、できました。そしたらさっき印をつけたこの黒く塗った部分ね、でここの上の方だけ、まあこれぐらいのサイズであればどうかな、6、7センチ、あるいは5、6センチ、まあ大体ですけど、を上の部分だけ穴を広げます。はい、そしたらその部分を取っちゃいます。はい、そしたら、できました。こう四角い穴が開いて、で奥がですね、どうだろう、3センチぐらいの直径の穴が開いてます。でこの穴は下まで貫通してます。それで、まあ、こいつはすごく乾燥してるので、これ以上細かな細工しなくても燃えちゃうと思うんですけど、あんまり乾燥してない材だとすると、ここですね、この辺をノコギリでこういうふうに切れ込み入れてってあげるといいと思います。で上に行くほど間隔狭くして、下に行くほど間隔広くして、これね、こういうの下から燃えちゃうんですよ。で上の方燃え残ってっていうことがあるので、まあ、上の方を少し間隔を狭めに、下の方に行くほど広めに、まあ、5、6本入れてあげればいいと思うんですけど、そうすると火がつきやすいと思いますが、これは、まあ、乾燥剤なのでこれでいいかなと思います。そしたらここの中で焚き火をするんですが、今このフラフラ状態なので、これを番線で針金でねギュッと閉じて、しっかり安定させようと思います。さあ、それではこれに番線をね巻きますけど、番線を巻くときに、まあ、こういうペンチですね、それからこういう枝が1個あるといいと思います。でこれは高さ的にこれぐらい、どうかな、37センチぐらいしかないので、ここ一巻きだけします。
で、こことここがこの、まあ、切れ目といいますかね、材と材のつなぎ目なんで、このその真ん中のこの辺にこの枝を入れて、よいしょ、回してこの枝ごと回してあげます。それで材を締め込みます。おうおお、切れちゃった。ちょっと番線がね弱かったみたいで、まあでもこれでねもう十分締まりましたから、あといらないところを取って、本当はこれ今切れてなければ、後から少し緩んできたらまた締め直すことができるんですけど、まあまあこれでももう十分でしょう。よいしょ。はい、じゃああとは火をつけます。さあでは準備が整いましたので、でこの下ね、まあ映ってないかもしれないんですけど、この真ん中に貫通してる穴からね空気が入ってくるように網の上に乗せてます。で網の下に細い丸太入れて、まあ、空気が入ってくるように、まあ、別にこうしなくてもね、土に少し穴を掘って横穴開けてそこから空気入れるようにすればここだったらばそれでいいんですけど、キャンプ場だとそういうわけにいかないでしょう。で皆さんがねできるようにこのスタイルであれば下に焚き火シート敷いて薪を置いてその上に網を置いて、でスウェーデントーチを置けば、まあ、しっかりと安定していて下から空気も入ってきますんでね。でこのスタイルだったらこのスウェーデントーチに横穴開けたりする必要は全くありませんので、じゃあこれにですね、薪を小さなね入れて、で先ほど作ったこの上の部分、ここで焚き火をするような感じでいきます。この焚き付けというかもう北地に近いような、これをちょっとずつ乗せていって火を例によって上から下に下げていくっていうイメージで作っていきます。さあもうねこの内側がおよそ火が入りましたので、真ん中の筒ね塞がないように時々つっついてます。まああとはのんびりね中に酸欠起こさないように火を上から下に送り込んでってあげれば、
今もうねこの段階で、内壁ですね、この静電トーチの中の火がついてる部分ね、これが全体にもう熱くなりましたので、下からの上昇気流がどんどん今上がってきてる状況です。でまだちょっと不安定ですけど、ちょっと拭いてあげるとねパッとつきます。まあ今最初に火をつけてから30分ぐらいね、夫婦やりながら、まあこの遊んでる時間がまた楽しいわけですね。さ、もうこの中に開けた空気穴ねのところから真上に向かってこの1本火柱が上がってますので、こうなってきたら、まあ、本格的にもう着火したということですね。ですからあとはこれを例えば煮炊きに使ったり、まあ、眺めて楽しんでもいいかもしれないけど、まあ、こうなったらもう手を焼かずにあとは放っておけば大丈夫ですよということです。ちょっとね腹が減ったので何か食いましょう。沸いたようですね。うちの手グローブしてますけど、さっきちょっとレビュー動画やってる時に若干怪我をしまして、絆創膏貼ってあるもんですから格好が悪いので手袋つけたまんまにしてます。手袋つけたまんまでごめんなさい。じゃあいただきます。うん、あ、美味しい。シーフードヌードル最高。あ、例によってですね、日清さんからは一切ご提供受け取りません。お、うん、うまっ。腹が減りすぎてでもちょっとめまいしてましたもんね。本当は良くないんですよ。
アウトドアでこれフィールドにいるときにあんまりお腹減りすぎるとね判断力も鈍ってくるし、お腹ペコペコにならないように決まった時間にご飯を食べて、激しく体使ってる時には間に糖分補給してね、そうしなきゃいけないんだけど、なんでねこれも含めて今日3本まとめて撮影してるので、まあ忙しい忙しい、飯食ってる暇がないね。この時間になってやっと食べられます。それでね、今これ、炎は上がらずに、赤々とした状態なんですけど、これ下が空気の入り口が狭くて出口が広い設計になってるので空気が入ってくる量が少ないんですね。長持ちさせるって意味ではこれいいんですけど、炎がブワーッとこれだと吹き上がらないので、それが面白くないなという時はひっくり返します。そうするとね、ふわっとこう炎が上がってね、ちょっとやってみますからね。じゃあちょっとやってみましょう。よいしょ。はい、こうすると入り口が大きくなって出口の方が狭いので、もう少しすると炎が吹き上がってきますからね。こんな感じね。どうですか、これぐらいの炎の方が見てて楽しいですよね。じゃあ炎を見ながらシーフードヌードルをいただきます。うん、炎が綺麗だこと、綺麗でしょ炎。やっぱりこういう風に炎が高く上がらないとね、絵的には面白くないですよね。ああ美味しかった、ごちそうさま。食後のコーヒー飲みます。転がらないで、よいしょ、転がらないで、我慢してて、こっか、これで OK、 OK、 さあ沸いたでしょ。さあそれではいただきます。うん、あー美味しい、うん、綺麗ですねスウェーデントーチね。これくらい炎が上がってますよ。さあ焚き火スタイルの5回目でスウェーデントーチ作ってみました。で今日もね落ちて森の中だんだん暗くなってきましてね、この焚き火の明かりがね、すごく雰囲気いいですよね。まあまさにトーチになってますもんね。まあこれもね、3本丸太のトーチと同じように着火が難しいので、やっぱ上からつけていって火を下に下ろしていくスタイルが、まあ、失敗しないかなと思うんですよね。で、ある程度火がついたら炎を高く上げたいときはひっくり返して、そうすると上下逆になって下の方が口が大きくて上の方が口が小さいということになるので、こういうふうに炎が高く上がりますから、で、まあ、時々ね
あのこういうもの放り込んで燃料にしてあげればバッと火も燃えるしね。この後どうだろうな、3時間ぐらいは楽しめるんじゃないでしょうかね。さあ最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。